こんばんは、ミルクティー飲みたいです。ということで、久しぶりの野田真也のミルクティーをですね、始めていきたいなと思っているんですけれども、何をね、話そうかなって、ずっとね、迷っていて、生産性はゼロなんですけども、僕がね、話したいなと思っていることをね、ひたすら話していくというね、ラジオ動画をこれからですね、お話ししていきたいなと思っているので、皆さんお風呂にでも入りながらね、散歩でもしながら聞いていただけたらなと思っているんですけど、そう、ツイッターがですね、フォロワーさんが1万人をね、突破いたしましたということで、皆さんありがとうございます。本当にツイッターの方は意味不明なことしか基本的につぶやかないのと、動画アップしたよぐらいしかね、つぶやいてないと思うんですけれども、たくさんの方がですね、いつもこうリプくれたりいいねしてくれたり、助かっておりますという感じなんだけども、何のね話しようかな。今こう聞いてくれてる人、そこにいるあなたにね、語りかける、電話してるぐらいの気持ちで話していこうかなと思うんですけど、ファッションって最近 YouTube 界でね、水たまりボンドさんがね、ファッション語ってたり、あとヘキトラハウスの川口仁さんとかね、なんかファッションとはみたいな、おしゃれとはみたいなね、そういう動画出されてたと思うので、なんかね、ちょっとね、最近こうね、ファッションについて話してみたいななんてちょっと思ったんでね、後でね、そういう話もしていこうかなと、まあ思ったり、あと漫画とかね、最近気になってるやつとか紹介していきたいなと思っているんですけれども、だいぶね、寒くなってきましたね。アウターないとちょっときついですよね。シャツとか1枚ぐらいだともうだいぶ寒いなという感じなんですけども、だからこそね、こうまあおしゃれな季節というか、まあそんな感じなのかなと。ことで皆さんもね、お出かけとかね、秋服、冬服のお買い物とかね、行ったでしょうかね。どんなもの買ったとかね、こういうの買ったよとかっていうのがあったら、よかったらコメントとかにね、書いてくれたらいいなとか思うんですけど、皆さんね、いつもどういうところで洋服とか買うんでしょうか。ファストファッションっていうところ、ユニクロはファストファッションには実は入ってないんですけど、あれはなんて言うんですかね、まあ、だいたいスローファッションっていうんですかね、まあ、そういう感じで、ザラとか H&M とかGU とか、まあ、そういうところがファーストファッションに入るのかな。そういうところで買う方も多いと思うし、最近だともうネットでね、 ZOZO タウンとかでポチッとね、服を買って、なんか YouTube でなんだっけな、定期便みたいな、なんかその人に合った服を届けてくれるみたいなサービスもあるみたいなので、そういうので買われているっていう方もいるのではないでしょうか。まあ、中には服が好きな方でしたら、セレクトショップとかで買ったり、ハイファッションっていうのかな、なんていうのかな、ハイブランドみたいな服を買う方も結構いるのかなと思うんですけど、よかったら皆さんどんな服買ってるか教えていただけると、こういう人たちが聞いてくれてるんだなっていうのが想像 しやすいというか、うん、なんか嬉しいので、書いてくれたら、好きなブランドとかね、うん、書いてくれたらいいなと思っているんですけれど、僕はあんまりね、女性のファッションとかそんなわかんないんで、まあ、そういう話はできないですけれども、先日ですね、久しぶりに買い物に行こうかなと思ったんですよ。代官山に行ってきて、代官山から渋谷の方に歩いて、渋谷から、うん、表参道の方ちょっとこうブラーっとしてきたんですけど、まあ、いろいろ面白いセレクトショップであるとか、ブランド古着とかいろいろあったんで、まあ、そこでね、少し買い物をしまして、街のなんか革靴で欲しいなと思ってたの前からあったんですけど、それがね、結構なんか前人気らしくて、前行った時なくて、ああないんだなと思ったんですけど、たまたまその日行ったら僕の足のサイズのねやつがあって、おこれラッキーだなと思ってね、それ買っちゃったんですよね。で、買って服をね見てきたんですけれども、やっぱり服を買わなくても服を見に行くってすごくね楽しいなって思うんですけれども、冬服とかってなってくるとだいぶ値段もねそれなりになって来るからね、結構悩みますよね、本当に。で、表参道ヒルズとかね、ブラブラしてたんですけど、あの辺のブランドになってくると、まあ、結構値段も高いんですよね。高いけど買わなくてもなんか見てるだけでやっぱときめくというか、なんか最近 YouTuber の人たちがね、なんか結構いい服着てますよね。マルジェラとかさ、バレンシアガとかさ、着てるよね、みんなね。ほんとびっくりするんですけど、まあ、T シャツの値段って、そのブランドの大体の価格層というか値段帯っていうのが T シャツでわかるかなと思っていて、まあ、安いところだとまあ2000円とかで、多分、ジーンズメイトとか、ライトオンとかだと2000円ぐらいで T シャツ買えると思うんですけれど、まあ、ストリート
スケーターブランドとかになってくると、まあ、T シャツ大体基本的に5000円なんですよね。ストリート系5000円ぐらい。まあ、ちょっと高いブランド、もうちょっといいブランドになってくると、まあ、大体1万2000円ぐらいになってきますね。いろんな T シャツ。じゃあ、マルジェラは、まあ、いくらなのかと。白い無地の T シャツ。まあ、もちろん無印で白 T なんか買えば、まあ、1500円とかで買えるのかな。まあ、多分そのぐらいだと思うんですけど、マルジェラだと2万5000円するんですよ。白の無地 T が。もうそのぐらいになってくるともうわけわかんないですね。何がそんな高いのかなみたいな。別にブランドのシュプリームみたいにブランドのロゴが書いてあるわけでもなく、バレンシアガみたいなバーっとこう後ろに書いてあるわけでもなく、ね。もうただの無地の白 T が2万5000円するんですよ。財布に20万ぐらい入ってないと、もう何も買えないですよね、本当に。特に秋冬物だったら。じゃあ、そういうね、高い服と安い服。僕はですね、どっちが正しいとかってないと思っていて、これダブルスタンダード、世の中の常識というか、正しいとされる答えなんていうものは無数に存在しているんですけれども、基本的にこの情報社会、情報が溢れている社会において、どうしてもですね、大衆寄りの共感を より得られる情報っていうのが表に多く出てくるんですね。例えば全体のを10とした時の8から9割の情報っていうのは世の中のマジョリティ、大衆に向けた共感を得るための情報なんですよね。つまりユニクロを着ておしゃれになる方法とかさ、プチプラでおしゃれになる方法とかさ、そういうの多いと思いますよね。 YouTube の動画でもやっぱり再生回数を取れるのはユニクロコーデ、自由コーデ、上下全身1万円コーデ、そういう動画がですね、やっぱりこう多く視聴されるということで、ほとんどのそういう情報発信者側がそういう情報をね出すんですけれども、実はですね、そこには嘘っていうのもあるわけです。同時に、要はユニクロコーデでおしゃれをしようっていう、おしゃれ初心者向け、中級者向けの動画とかさ、雑誌とかさ、多いと思うんですけども、彼らは知ってるんですよ。本当はそこそこのブランドで買った方がシャツとかね、特に質がいいわけですね。デニムとかだって全然安いのと高いのだとクオリティが違うんですよね。そういう違いを彼らはよく知ってるんですね。だってファッションについてめちゃくちゃ好きだからこそ、そういう情報を発信してるから、高いブランドはそれなりにいいものを作っているよっていうことを分かってるんだけど、それを情報発信するっていうことは全くね、共感は得られないわけですね。ダウンジャケットとかさ、革ジャンとかになってくるとまたね、高い方がいいっていうのは、まあ分からんではないっていう人も多いと思うんですけれども、まあモンクレールとかの、ダウンだと、まあ十何万とかするわけですよね。まあだけど、それと、ユニクロのダウンジャケットっていうのは、やっぱりこう質がもう確実に違うんだけども、その質が、ま、全然違うんだよっていうことは、彼らは発信せずに、ユニクロ、いいよっていうことを言うんですよね。もちろんユニクロとか無印とかの服を混ぜたりはすると思うんですけど、彼らはそこそこそれなりのいい服を着ているんですよね、実はね。だけど安くていいもの、高いからこそいいとも限らないし、安いからこそ悪いとは限らないみたいな感じで、すごく顕著なのは、例えばチープカシオ、時計でチープカシオっていうブランドの時計っていうのは、すごくこう動画として再生されやすいんですよ、 YouTube とかで。なぜなら誰もが買えるし、誰もが真似できますっていうところで。だけど一方で、まあ、ちょっとね、背伸びしたところで言って、ダニエル・ウェリントンね、なんか1、2年、3年前ぐらいから流行ってますけど、ああいうのって大学生とか高校生ぐらいで頑張ってこうプレゼントにあげたり、あとなんか自分にね、買ってこれつけてるとね、おしゃれだねって言われるっていう時計みたいなところで紹介されるけど、でも世の中にはもっと高いけど、高くてめちゃくちゃいい時計って死ぬほどあるわけじゃないですか。まあ、高校時代とかに戻れるなら、どんなお金の使い方をしたいか。人っていうのは基本的に年相応にね、そういう買い物とかもするようになっていくわけですね。高校生が10万のアウターって、まあ、あんまり着ないですよね。30代になって、まあ、それなりの服を着ることはいいとされるわけですね。でそれって別に服に限ることではなくて、例えば歌舞伎を見に行くとか、シルク・ド・ソレイユみたいな、そういう世界最高峰のエンターテインメントを見に行くとか、あとは1万円ぐらいかかるような
お寿司屋さんとか焼肉屋さんに行ってみるとか、そういうある意味大人になってから体験するようなするべきことを高校時代にやっちゃうっていう、それって実は誰も教えてくれないけど僕の中で人生を大きく他の人を引き離す上ですごくね面白いことなんじゃないかなと思っていて、育ちがいい人っていうのはもうそういうのは親が自然と教えてくれるから知ってるんですけれども、僕もね別に育ちいいわけじゃなくて普通っていうか、センスとかそういう面でやっぱり育ちがいい人には勝てないのかって言ったら、それね自分で例えば高校の時にバイトして、じゃあ月に5000円貯めて、5000円をまあ4ヶ月で2万円貯めたら、なんていうの、大相撲横綱とか見に行けるわけですじゃないですか。分かんなくていいんですよ、理解しなくてもいい、その時にそれの何がいいのか分かんなくていいんですよ。ただそれ文化を知ること、例えば落語を見に行くとか歌舞伎を見に行く、本当にプロの技みたいなものを見に行くとかさ、ちょっと高いけど革靴いいやつ買うとか、高校大学時代にお金貯めてって思ったの、この前そのねブラブラしてた時に、そこまあ幼児の店、幼児山本 Y3 とか Y2 とかあると思うんですけど、そこにね制服着てる高校生がいまして、学ラン着てて、ああ東京ってやっぱすごいなって思うのはどういうことかっていうと、まあ僕が若い頃、僕は高校生の頃に幼児の服買おうと思ったかっていうと買おうと思わない、結構高いからやっぱり、だけどやっぱり本当に服が好きな人っていうのはやっぱりそういうの買うんですよね、高校の時からバイトしたりして。でそういう人っていうのはやっぱりモテるんですよ、間違いなく。センスっていうのはね、これヘキトルハウスの動画で言ってたんですけど、その文化に投資した額だけなんかね深くなるみたいな話で、例えばやっぱり CD いっぱい持ってるやつっていうのは音楽を愛してて、音楽めちゃめちゃ詳しくて、そいつの話っていうのは面白いんですよ、音楽の話聞くと。あと漫画をね何百冊も持ってるやつ、何千冊持ってるやつっていうのはやっぱりそいつに漫画の話させたらめちゃめちゃ面白いわけですね。と同じように服もやっぱりいい服を知っているってことです。仮にですね買わなくていいと思ってるんですよ僕は。例えば伊勢丹のメンズ館とか、まあなかなかねいいブランドとかいっぱい揃ってるわけじゃないですか。あんまりね手が届かないような値段のものも、価格層のものもある中でそこに足を運んで、そうすると店員さん試着してみますかとかって言ってくれるわけじゃないですか。そしたらそこでね10万のダウン、15万とかの革ジャンとかを着れるわけですよ、一瞬だけど。その時にあやっぱ安いのと違うんだなっていうことは若いうちからね知っておくとね、もうそれってその時は分かんないかもしれない、その凄さ、その若いうちにそれを経験していくことの凄さっていうのは分からないかもしれないけれども、大人になった時にすごいんですよね。30とか分かんない、僕も24なんで30になってないの、何とも言えないんですけども、30ぐらいになった時に、ああ高校生の時に頑張ってお金貯めて歌舞伎見に行ったなとかさ、劇団四季なんか見に行ったなとかさ、あるそういう経験値っていうのがあるわけですね。経験値、めちゃくちゃ緊張したよなっていう話をね友達とすると、社会に出てからもうなんか強いわけですよ。そこがねやっぱりその若い頃に塾に行ってこう教育を熱心にするとかしないとか、そういうことで僕はその育ちのねいい悪いおおよそ決まってしまうみたいなこと言われてるのは、そういうその教育面っていうのももちろんあると思うんですけども、教育面よりも感性だと思っていて、センス、親がさすごく連れて行ってくれることによって、その同い年の人たちが30ぐらいになって経験するようなことをもう10代とかのうちに知ってるっていう、なんか高校の時にちょっと頑張って買って、なんか高いもの買ったりする経験っていうのはねしといた方がいいのかななんて思ったりもしますけれども、まあとはいえ僕もねそんなファッションについて何か言えるような人間でもないんであれなんですけれども、で僕は実際一番好きな服の系統はスケーターブランドなんですね。スケーターブランド、いわゆるまあ僕が好きなブランドは FTC っていうのと、特にラファイエットとかよく動画でも着てて、よくゲームとかの最初のなんかキャラを作る時とかみんな凝って作るじゃないですか。なんかこういう服にしようとかさ、こういうさ帽子かぶらせようとか、それと一緒だと思うんですよね。それを自分でやると自分に対してやる、高い服とかの良さっていうのもなんか買ってさ着てみないと分かんないみたいなところもやっぱあるしね。なんかもったいないとかじゃないし、服がないと死ぬわけではないけれど、やっぱ世界中特にヨーロッパ
とかでさ、パリコレとかそういうのもあるし、なんとかコレクションとか、日本だったら東京コレクションとかいろいろあったり、もうそういう文化的なところでね、なんだろう、ファッションっていうのはすごく重要なもので、それを知ることでいろんな面でセンスを磨くことができる。ちなみに強いて僕が女の人のブランド、服のブランドとかで好きなのを挙げるとするなら、アクネス・ディオスっていうとこ結構好きですね。男性でなんかね、彼女にプレゼントとかするならこの辺のスカーフとかすごくいいんじゃないかなと。めちゃめちゃおしゃれだし、肌触りとかもいいからいいんじゃないかなって思うんですけど、基本的に女の人のファッションはシンプルなのが好きですね。無地とかで、で素材がいいものを着てたり、シルエットはいいものを着ている人が特に好きだな。よく白シャツ、1000円の白シャツ、無印のやつと2万円ぐらいの白シャツ、違いが分かんないし、どっち着ても一緒じゃんっていう人がいると思うんですけど、分からない人に分かってもらう必要ってないんですね。で、分かる人っていうのは、まあ、大体まあおしゃれな人が多い。でやっぱおしゃれな人同士の中で、あ、この人いい服着てるなっていうのはもう見ればわかるし、触れば一瞬で分かってしまう、まあ、そういうものなので、もう見た目一緒じゃんみたいな言う人は別にいいんですよ。そういう人はそういう人で、多分服以外のところでそういう人たちはもしかしたらギターとかさ、高いギター買ったりさ、バイクをいじることとかさ、まあご飯にお金使う人もたくさんいるし、まあ、そういう人もいるから、ご飯を食べに行くことが趣味な人だったらやっぱりそういうドレスコードというか、それなりのね、あの服装を求められる場っていうのがあるから、まあ必然的に服に対してもそれなりに興味を持つようにはなるような気がするんですけれども、文化と文化がつながってきたりもするんですよね。やっぱおしゃれな人ってやっぱどうしても魅力的だし、街歩いててももう目が行きますよね。もちろんその中でポイントポイントでユニクロとか H&M とか入れるっていうのも全然ありだと思うけれども、デニムって1万円以下、まあ、5000円ぐらいのやつ、また1万5000円ぐらいのやつ、3万円ぐらいのやつ、6万円ぐらいのやつ、10万円ぐらいのやつ、やっぱそれぞれも作りが分かるようになってる。ダメージの加工の仕方とか、レーザーで加工してるのか人の手で加工してるのか、あと縫い目とか、まあ、そういうのでも分かるし、ゲームとかで自分のキャラ、アバターみたいなキャラの装備がかっこいいとさ、やっぱなんていうのかな、自信がつくというか、この盾やばくねみたいな感じで、リアルの世界における自分の装備の一つとして、まああんまりね、見え張るっていうのもかっこいいことじゃないんだけど、なんか結局服にお金使う人イコールなんか浪費か、イタリアのブランドなんか似合わないのにダサいみたいな、うーんにね、その斜めから見ることがいい、なんかそれが分かった気でいるっていう人よりも、最初からそういう服が似合う人なんてあんまりいないと思っていて、もうそれこそね、窪塚洋介みたいなキングぐらいのね、ビジュアル持ってたら何でも似合うけど、徐々にこう服に引き上げられて自分自身もこう上がっていくというのが自然な流れなのかなと思っていて、別に正解があるわけでもなく、まあ、個性を求めるのもいいし、モテるようなファッションをするのもいいし、やっぱりね、多少のこうこだわりを持ってる人っていうのはやっぱりかっこいいかなっていう、まあそういうお話でした。まあ、いつかね、その服の購入品紹介みたいな、もしサブチャンネルとか作ったらしてもいいかなと思っております。ということで、ね、今回はこの辺にさせていただきます。皆さんが思うところのファッション感というか、まあこういうブランド好きだなとかでもいいし、このデザイナーさんが好きだなとかでもいいし、何でもいいのでよかったら教えてください。ということで、あーと、待って、ね、終わろうと思ったんだけど、その漫画紹介するの忘れてた。漫画紹介するの忘れてたな。ちなみに僕、おすすめのファッション漫画は、ランウェイで笑ってです。本屋大賞、漫画大賞か。漫画大賞でも選ばれていた漫画で、うん、注目かなり浴びている漫画です。ファッションデザイナーを志望する少年と、低身長ながらもトップモデルを目指す少女の姿を描いている漫画。この漫画はぜひ、服が好きな方は、絶対に面白いのかなと思います。あとね、これはもう一個ね、映画が好きな人におすすめの漫画があって、これもね、漫画大賞で、候補に選ばれていたもので、映画大好きポンポさんっていう漫画なんですけれども、これはめちゃめちゃ映画にとにかく情熱がある人が書いた漫画で、もう本当にそれは分かってる人が、もう本当にこの人分かってるなっていうね、映画好きのための漫画と言っても過言ではない。で、この作者さんは漫画家じゃないんですよね。もともとなんかそういう
なんていうのかな、制作会社というかアニメーター会社、なんていうのかな、会社に勤めていて、その企画の一つとしてポンポさんを作ったんですけれども、そのポンポさんの案がボツになって、これはもったいないなということで、自分で漫画にすればいいなということでネットで公開したところ、めちゃくちゃこう人気があってきて、こう単行文化されて、でもしかしたらアニメ化するんじゃないかと最近言われている、ね、映画大好きポンポさん、これねめちゃめちゃおすすめなので、映画好きな人しかもしかしたら逆に言うと面白くないかもしれないんですけども、読んでいただけたらなと思います。この2つですね、ランウェイで笑って本当に、ね、服が好きになるというか、服の知識もつく漫画なので、最近何巻だったかな、なんか7巻ぐらいかな、忘れちゃったけど、まで出てるんで、ポンポさんは2巻までしか出てないんで、まだあれですけれども、どっちもまだ何十巻もあるわけじゃないので、すぐ買って読めるのかなと思います。ということで、今回はこの辺にさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。